でき飛んでる。うまい。来た。バックスピン。スピン。来た。来た。さあ出た。さあ増田岡田の岡田圭介さんのクラブセッティングを決めていきたいと思います。そうなんですよ。本当にね、もうこれもね、今まで非公開にしたんですけど。そうなの？当たり前ですよ。やっぱプライバシーの部分だったんで、もうスズランちゃんということで今回。ついに特別にもうクラブセッティング、岡田のクラブセッティング大暴露。では見ていきたいと思います。ちょっとついで、何ですか？一応ハラハラドキドキかも。嘘でも煽らんとあかんね。ほんまに長いんですよ。申し訳ございません。もうレア中のレアってことですね。わかりました。本当よろしくお願いします。お願いします。セキュララに告白をしたいと思いますね。はい、はいはい、ではドライバーからお願いします。ドライバーですね。わかりました。ドライバーはまあまあいろんなドライバーあるんですけど、はい、今はですねこちらピンさんの G430。 はい、ピンですね。はい、これはマックスですね。マックスピンの430のマックス、はい、マックスをまあこのあたり一応 10.5 なんですけ ど、 なるほど、ちょっとカチャカチャで若干立ててます。はい、ってことは今 9.5 ぐらい、はい、そうですね。 2,3 年前に番組をそうで一緒にねやらせていただいた時に弾道が高いんですよね。はいはい、弾道が高い。ただもう変わりました。あ、本当ですか？それはそうですよ。もうこれも打球コン、あ、すいません。やめなさい。ちょっとやめなさい。だいぶ上っ面に当たった。やめなさい。やめなさい。ここはほんまプライバシーの部分で、ここを非公開にしたいのよ。俺はクラブは言っていいけど、このね、打球コンは非公開にしたい。でもね、ミートスポットが広いから。ありがとうございます。すいません。上っ面でも。上っ面でも対応してくれるのが、このピンさんのドライバー。ちなみに G430 MAX でございます。ありがとうございます。よろしいですか？そして、はい、シャフトなんですけど、もうシャフトはもうそのままモノーマル、いわゆるまあ俗に言う吊るしいうやつやね。そうなんですね。よいよいよな、吊るしで販売用そのままのやつ。なるほど。はいはいはい、ピンの S、 そうですね、片目を入れてますね。はいはいはい、続いて、うん、このピンに続いて3番後からですか？あ、5番なんですね。あ、5番なんですか？まあまあよく我々レベルも3番も5番も変わらんみたいな、はい、距離がね。そうそうそう、むしろ5番の方がねヒットした時むしろ3番飛ぶみたいな感じで、こちら。なるほど。ちょっといいですか？5番ウッド。5番ウッド、はい、はい、こちらもピン410、はい、これも続きですか？430だ、こちら430から410みたいな。なるほど。これはどういう特性のクラブなんですか？これもやっぱりで、ね、特にピンさんは、まあ、ヘッド見て分かるように艶消し、はい、特に私はご存知の通りアウトサイドイン協会の名誉会長、ね、名誉会長ですから、ね、はい、言わんでて岡田ですとこうなってますから。岡田です。やめなさい本当に、はいはいはい、そうなるといかにボールをうまく捕まえれるか、うん、やっぱりこう置いた時のこの艶消しピンの、そしてペタッとなってる感じ。なるほど、確かに。あのツヤツヤしてたらこうやってね、結構こうツヤツヤのいいんですか、あるなとこうこうなってるでしょ。やっぱ艶消しピンはペタッとなってる感じなんで、はいはいはい、でもそれがちょっとありがたく。艶消しはかっこよく言うと、うん、マットです。いい俺の笑いを消すなお前は。笑い消しと呼ぶぞお前は本当に俺のことを、ね。なるほど。だからフラットになってるんですね。そうそう、うん、これはピンの特性で、結構やっぱり我々アベレージゴルファーのね、この特にウッド系はピン人気あるのはそこのあたりだと思う。なるほど。やっぱり捕まりやすいし安心感がある。こう置いた時に、はい、顔が好きなんですね。顔がいいんですよね。いいですね、はい、これもシャフトはいくつですか？シャフトもこれももうノーマルですね。これもこれもはいはい S ですね。 S フレックスですね。はいはいはい、同じノーマルの、はい、なるほど、はい、そこから5番と7番ウッド、9番ウッド、ここがかっこいいね。7番9番ウッドを入れてるあたりが非常に、はいはいはい、男性で9番ウッド入れてる、ね、なかなかないですよね。ちなみに9番ウッドで、まあ、190ぐらい。本当に？はいはい。え、本当ですか？190、そう、180、190ぐらい。飛ぶようになってるんですか？いやいや、本当に。約、まあまあ、180ぐらいかな。え、減ってますよ。だんだん減ってきてますよ。いやいや、180ぐらいです。180。見え張ってたんですか？ちょっと今、ふーっとちょっと見え張ってもらった。ちょっと吹き上がってもらった。全然飛んでいかった。俺のトークが吹き上がって全然前進んでいかった。で、180。180ぐらいかな。そしてこれをね、また2なのが。やっぱり最近、いやらしい話ね、はい、やっぱこう180ぐらいでもこうグリーンに狙いたいみたいな今ブームや。まあそうですね、ショートでもこのね我々回るとこでもこうたまに180近いショートパー3があるときにこれを、だからこの 23.5 9番ウッドなんですけど、ここ2個寝かしてます。カチャカチャ好きですね。カチャカチャ好きですね。こだわってますね、はい、こだわってます。要するに寝かすことによって高さが出るからすごい上がる。確かに高さが出る分止まりますもんね、うん、そう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 、あ、だから
例えば180ヤードとか、はい、大体アイアン持たれる男性多いですけど、より簡単に楽に。そうです。なるほど。簡単に高く上がる。これシャフトも純正ですか？これ純正ですね。さっきとちょっと変わって、ちょっとだけ、ね、あの純正の中でもちょっとだけちょっと重い感じのね、多少こうやつやわ、うん、ちょっとなんかスチールっぽく見えますね、かっこいい。ほんで170あたりでこちら、あ、ユーティリティですか？はい、ユーティリティこちらです。はい、ピンの410の26度。はい、あ、まあまあ使ってますね。使ってますね。これ何年ぐらい使ってます？これもう5、6年になるんちゃうかも。わ、長い。はい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 。お手入れしっかりされてますね。そうですね、これ本当にもうしっかりやっぱり。で、これも S シャフト。はいはい、はい、これもノーマルシャフトで。これもごめんなさい、非公開なんですけど、うん、普段は上っ面ですね、はい、こちらも上っ面です、ね、いやいや言わなくていいの、ここは非公開でお願いします。打球痕は非公開 でもね、ただやっぱり新たで ね、ピンのユーティリティもこう置いた時のこの安心感ね。確かにこうヘッドが平ら、うん、そうなんですよ。だから先ほど言ってるように、はい、ね、これも見ていただくといわゆる艶消しマッドね、マッドですから。そうそうそう、はい、ちょうどペタッと置いた時の安心感。これなんか大体はこう上がってるイメージあるんですよ、はいはいはい、ぷくっと、はいはい、ね、こう平らな感じがしますね。そうなんですね。へえ、これ経験してみたい。はいはいはい、続いてアイアンは行きますか。アイアンも本当にね、アイアンは6番から9番まで入ってますけど、はい、9番まで、はいはい、じゃあ6番見ていきます、はい、テーラーマイド、テーラーメイドのグローレ、うん、はい、ステルスグローレ。あ、本当だ、ステルスグローレ、新しいやつだ。新しいやつですね、今。すごい、はい、この6番に関しては、林から出す専門のやつですね、はいはい、なるほど、はいはいはい、それであまり綺麗なとこからは使わない。その時はもうユーティリティ、うんうん、さっきの、はい、こっち側の、ね、26度使いますんで、これはもう、そっかそっか、はい、林から短く持ってこれだけですね。ってことはユーティリティと同じぐらいの距離なんだけど、そうです、それ被ってるんで、もう本当にもうこれはもう林とか難しい時には使わないと。そう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 、林入った時に低い球、これで専用です。ってことはよく使ってるってことですね。やめてもらえますか。なかなか使ってますね。かなり林入っとるな、バカ、ね、結構溝にね、土が埋まってますね。やめてもらえますか。私後でピーって、いやピーって、ただね、緑の中いるんでマイナスイオン浴びてますからね、非常に健康です。森の中で、ね、森の中にいますんでね、自然溢れる中に常にいますんで健康です。だからツヤツヤ綺麗なんだ。はいはい、やがましい。いいですか。というわけでステルスグローレが、はい、ピッチングまでか入ってます。ピッチングまでですね。まあ、はい、でもこれ本当に使ってる方分かると思うんですけど、まあよく飛ぶ。あ、そうですか。全然もうだから7番でも160から70手前ぐらいまで飛ぶよ。ちょっと構えていいですか。すいません。全然いいです。もう安心感しかない。本当だ、あのソールが広いから、うん、こうなんか滑ってくれる感覚と、はい、あとフェイスがね、うん、大きくて広い。そう、とっても安心感がある。もういわゆる簡単オートマチックに。でも、はい、スチールだった。はい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 、めっちゃ男前のクラブじゃないですか。いやいやいや、ありがとうございます。でもまあアイアン、まあスチール、ただでも最近スチールでもこれね、NS プロの950、ネオ GH ネオですから、これもう人気のシャフトです。なるほど、 NS プロさんのね、はいはいはい、こちらも S、うん、はい、S ですね、はいはい、クラブの。これはいいですよ、もう簡単、もう力いらず、もうただただヘッドの大きさ、いわゆる重さを利用するだけ。ほんだらパチンシュー、こっち飛ぶよ。そしてウェッジですが、あ、ウェッジはちょっとね今日、はい、48度52度58度の3本、はい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 、そうですね、はいはい、ちょっと48度見ていきます。48ね、これですよ、はい、はい、ボーケーの SM9。 わー、はい、当然、はい、これはどんな時に使いますか。あ、これね、48はまあ、まあ、まあ結構しっかり振って100ヤード、うん、もうこれ48度、まあ、しっかりに振って100ヤード、これ基準で48度、はい、52度ですね、はい、こちらも、うん、あ、同じですね、同じですね、はい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 。これは何度ぐらい、これは80ヤードぐらいですね。フルショットで100ヤード未満、はい、未満ですね。なるほど、はいはいはい、で58度、これ結構ソールが、そうですね、なかなか使ってるなって、いい味出てる。はいはい、まあ当然バンカーにも使いますし、はい、ちょっとソール分厚め、58度だけちょっと分厚めのやつ、うん、バンカーとかでも、はい、ラフからでも、ラフからでもいけるし、なるほど、まあ、しっかり振って60ヤード70ヤードぐらいもこれでいくって。というわけで最後パター、パターね、これね、パターね、これはね、以前ちょっとある仕事で、はい、たまたま、もうかなり、これもだいぶ昔なんですけど、はい、大阪の、ジクラブ、いわゆるね、そのメーカーがジクラブで、オダパターという。オダパター、はいはいはい。
これ調べていただいたら分かると思うんですけど、この小田パターというのは本当にあの老舗で、由緒あるとこのパターなんですよ。これ、はい、自分でフィッティングされて作ったんですか？はい、一応そこ、はい、そしてこの小田さん、これもかなり昔なんですけど、わざわざここにもね、名前ちょっと K 岡田という名前も入れていただいて、これをもうかなり昔、まだゴルフ真剣にやる前にたまたまロケで訪れたとこなんですけど。何年前ぐらいですか？いやもうこれ10年近くなるんちゃうかな。いやー、相棒じゃないですか。相棒ですよ、本当に。はいはいはい、相棒の増田パターンも持ってるんですけどね増田パターンもあるんですけど、相方の、はい、両方あるんですけどね。増田パターンの方はちょっとあのアウェー行くときにねはい、はい、地方用に増田パターン、これをあのオーダーパターというね、これ、はい、使わせていただいて、はい、マレット型で、はいはいはい、私が使ってるパターと似てるんですよ、うん、削り出しでオリジナルなんで、以上でございますね。わかりました。はい。